昼からいないんですけど、いいですね。しょうがないよね。はいはい。しょうがないよね。はい。はい、ジャン君おいで。はい。うん。おはよう、ジャン君。はい、はい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 、さっきからずっと甘えて泣いてます。ジャン君、はい、こっちまで、こっちまで、はい、はい、いい子だ。ジャン君、はい、今日は、お祭りのお手伝いに昼間この暑い中出かけていきます。そして夕方からフォークソング同好会に行くんですが、それがですね、一駅先の、普段の公民館が予約が取れなかったということで、自転車で30分くらい、もうちょっとかかるかな、の距離まで自転車で行きます。昨日自転車がね、マオイママさんの自転車がパンクして、動かなかったのを、急遽ちょっとお金はかかりましたけれども、自転車屋さんで直してもらったので快適に行けるはずです。暑くなければね。暑いよね今日はね、できるだけなんかいろんなことを、策を講じてですね、倒れないようにしたいと思います。炎天下でなんかやんなきゃいけないんだよね。なんか準備、重いもの持ったりとか、そういうのなんだっけ、おみこしを出すとかやってたというようなことも言ってたんだけど、年だからっていうのと、あんまり力仕事したことないのでって思ってるんだけど、実は僕よりもみんな年上の人が多いみたいなので、働かなきゃ、ああどうしよう、はい、なので今日はほぼ一日昼からいないんですけど、いいですね。しょうがないよね。はいはい。しょうがないよね。はい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 。しょうがないよね。ジャン君、ジャン君、奥の方に隠れたジャン君。今日はですね、お昼からお祭りの準備の手伝いで炎天下34、5度あったと思うけど、汗がブワーッと出ながら、いろんなことを力仕事やってきました。そして今帰ってきた後、また2回目のシャワーを浴びて、これからフォークソング同好会、自転車で片道40分、夜遅くなって真っ暗な中自転車で帰ってくることになると思うけど、もう本当なら眠いです、神社のお祭りのおみこしの上についている鳳凰が黒かったのね。で、真鍮でできていて黒いっていうのは、これもう完全に磨いたら金になるって分かったので、家からピカール持ってって磨きましたが、時間的には完全に金にするには2日3日かかるね、あれ。細かい細工もあるので。で、ピカールは備品としてもう寄贈してきました。来年からもやってねっていう、まあ、俺がやるかもしれないしね、ということで、ちょっとだけ光る鳳凰になりました。とさ、これから全然映ってない。はい、ジャン君、多分この辺にいるはず。ポンちゃんはできまーす。ポンちゃんも見るよ、多分キャリーの中に。あ、こっちだ。あ、こっちだ。あ、ほら、ポンちゃん。ポンちゃん。頼むね。ジャン君が泣くと思うので、よろしくお願いします。よろしく。夜遅く帰ってきます。